では皆さんこんばんは。僕らの移住生活、今日は、かなり時間経ってしまったんですけども、須古中学校で以前講演した時の、感想を挙げましていただきます。で、ちょっと前に一回その、動画を作ったんですけど、音声が取れてなくて再度作ってます。はい。でまず一つ目なんですけども、この方が印象に残った言葉は、5年経ってまだ2つしかパートナーシップ制度がない。で三重県は今、ここ伊賀市は4年半ぐらい前からですね。でもう一つ稲部市でもパートナーシップ制度ができたんですけども、この方はその書かれているのは、加納さんや島田さんのような人がいるのにまだ2つしかパートナーシップ制度がないのはおかしいと思いましたって書いてくれてるんですけども、やっぱりその本当に僕らもおかしいと思ってて、ほとんどの、市長ではこの制度がないってこと で、やっぱりその地域によってその温度差があるというか、やっぱりその作ろうと思う人がいないというか、伊賀市が温度をとって三重県各地でパートナーシップ制度ができるようにっていうその会みたいなのをされてたんですけども、そこで講演した時もやっぱりその各市町によってすごい温度差があるなと感じました。で、今三重県でパートナーシップ制度、県でのパートナーシップ制度を導入する動きがありまして、で僕らもそれに対して活動とかしていたんですけども、先月11月20日にパートナー三重県知事がパートナーシップ制度を導入しますというふうに表明されたので、おそらく来年にはできるかなと思っています。はい。続いて、この回答っていうか、この意見が一番多かったんですけども、周りがどう思ってるかなんて関係ない。自分が自分らしく生きることが大切っていうふうに、書いてくれてる方がすごく多いんですけども、そうですね。本当にたくさん、周りから変な目で見られても何とも思わないとか、自分たちが良ければ周りの目なんてどうでもいい。で、自分さえ良ければとかではなくて、自分がどう思われてもいいっていうか、見られてもいいっていうふうな、がちょっと驚かれてるっていうか、びっくりしたって感じなんですけども、ほんまにそれは思ってて、なんかその、日本ってっていうか、世界はわからないんですけども、その同調圧力っていうのがすごい、日本はあると思うんですよ。で、やっぱりその、周りの目っていうのがすごくその気になってしまうというか、自分もその若い頃っていうか、すごい子供の頃がそうだったし、自分の親もやっぱりその周りの目がすごい気になってるんですよ。で、なんて言ったんやろ、自分の目で自分を見れるんじゃなくて、なんか人の目で自分を見てるような感じがすごいしてたんですけども、なんかそれっておかしいなと思ってて、なんか本当の自分を生きたいってある時から思って、でそれ以降もう変えたんですよ。その周りがどう思われてるかは気にしない、で自分がやりたいことをするというか、自分が自分らしく生きようと思って僕らはそう生きてるんですけども、本当にそれってすごい気分が楽で、周りの目が気になってる時とかで本当しんどかったよね、僕はもう結構カミングアウトが早くしてるし、もうずいぶん前からそういうふうに周りがどう思われてるかなんてどうでもいいわと思って来てたので、本当に楽というか、なのでその、当事者かどうか関係なく、皆さんもやっぱりその人にどう思われてるかじゃなくて、なんか自分の目で自分を見たいとか、自分がなりたい自分とか、自分自身を表現した方、してほしいなと思ってて、なんか無理にその人に好かれようと思って、無理に自分じゃない自分を演じるのって多分しんどいと思うんですよ。で、本当の自分を生きてて、その本当の自分を好きになってくれる人って本物だと思うんですね。で、そういう人と、なんて言ったんや、パートナーっていうか、そういう人と一緒に暮らせたらすごい楽しい生活が送れるかなと思ってます。人の目っていう基準ってさ、
なんか勝手にイメージするよな、うん、ほんまのその相手の目じゃないや、うん、人の目というなんか概念を自分で作り出してるやん。そう、ほんとそう。だからそれが邪魔やな。でほんまにその相手がどう思ってるかよりもどうでもいい思いやん。ああ、想像するしかないもんね。そう。で、それ勝手にハマってもたよ、自分が。そう。で、例えばその、みんなすごい努力して自分をいいように見せてるから、例えば友達がすごいいいように見えるというか、金持ちだったり、なんかいいものを持ってるとか、なんかみんなもすごい一番いいとこを見せてるから、ほんまのとこは分からないと思うんですよ。この人めっちゃかっこいいとか、この人めっちゃ素敵やなとか、すごいなんか思ってても、なんか自信満々に見えても、実はその人も悩み事を抱えてるかもしれないし、自分に自信がないかもしれないよな。うん、みんなその、着飾ってる自分を見せてるから、いいように見えるだけで、その人と比べる必要はないというか、どうやったってその人の本当のところは見えないから。なので、堂々と生きてほしいな。うん、っていうか、絶対自信持ってほしい。他人基準に振り回されないってことね。うん、自分基準で生きてほしい。本当そう。これあの本当にたくさんの方があの感想を書いてくださってるんですけども、本当にそれが多い、うん、どう見られても気にしないっていうのはなんか嬉しい、相当心に響いてくれたよな、ヒデさんの言葉やな。そう、うん、で例えばこの子も、私はずっと LGBT の人なのは人の目を気にする人が多いと思っていたからですと。でも島田さんは違いました。周りの目ではなく自分の幸せのことを考えていたので、私もそういうふうに考えようと思うことができましたと。まあ、嬉しい。人の目を気にするその当事者の方っていうのも今でも多くいらっしゃるよね。本当に多いよな。でそこはあのこっちも配慮してないかな。そういう希望の方、そういうスタイルの方やったらそのアウティングもしたらあかんし、うん、な。そうなんですよ。実際、まあ、割合的に見たら圧倒的にやっぱりその隠してるのが多いので、まあ、そういう人たちのことも考えてあげなあかんと思いますね。自分らの周り、自分自身の周りで完全にオープンしてる人とクローズドオープンにしてない人の比率って個人的にさ、うん、1対9より多い。隠してる人、オープンにしない人、まあ、限定的に一部カミングアウトしてる人は中にはいらっしゃるけども、何でもかんでもオープンにしてる人ってなかなかおらん。そうな、なかなかおらんねんな。でも確実に増えてると思うな。思うな。はい、はい、続いての方は、ゲイといってもいろんな人がいるっていうのが印象に残ったと書かれてます。で、もう一つが、印象に残ったことは、島田さんは家族にカミングアウトしたけども、加納さんはまだ家族にカミングアウトしていないということです。次に、もし僕がゲイだとすればどうしているのだろうかとも考えました。僕はまず家族と仲の良い友達にカミングアウトすると思います。理由は、家族や仲の良い友達は理解してくれると思うからです。で、最近のこの若い子の傾向は、やっぱりその家族とか友達に相談しようとされてるんですよ。で、僕らの若い頃って絶対に家族にも言えないし、友達なんかもっと言えへんなと思ってたから、今の時代はすごいなと思ってます。その友達との信頼関係とか、家族もすごい仲がいいというか、うん、なんか僕らの時代って親は絶対に反対するよなって思ってたんですよ、うん、先ほどの話と同じ、同じ関連するけども、やっぱり親もすごい人の目を気にしてるなっていうのが分かってたので言えへんかったけど、やっぱその今の家族ってそうなんじゃないのかな、うん、多分めっちゃ子供の幸せを考えてるかなって感じてるかな。でも僕らの我々の親の世代も子供のことの幸せを願ってたけども、うん、その願い方のあれが違いな、手法が、そのいろんな性のあり方を否定することが幸せにつながるという考えが強かったから、うん、そう、普通の子になってくれた方、普通の子になってたら幸せになれると思ってるからな、うん、思ってたからね。多数派のな、うん、多数派の、そうそう、もう当時は多数派しかいなかったとされてたもんな、うんうん、だ少数派なんてそんなほんまの特殊な 例でしかなかった、うん、なんか親もショックやったと思うね、絶対、うん、親もかわいそうだな、そのそうやな、親は僕らがゲイでかわいそうと思ってるけど、うんうん、
親も親でかわいそうやな。そのマインドの方がかわいそうな、自分らも関係ない、俺は関係ないんやけど、うん、なんかそう、親以上の世代がそう思ってしまうことが逆にかわいそうだと思う、うん、だってそんなもんはねえのにさ。でも気持ちわかるわ、すごい。あ、そう、親の気持ちだな。あ、そう、うん、そう、思わんで、その思わなくてもいいっていうか、その子供がかわいそうとか、こうやと思わんでいいって何回も言ってたけど、それでも思ってしまうのは、うん、やっぱりそういった時代を生きてきたから、うん、しゃあない、しゃあないで終わるのか、うん、でもすごい親としてもストレスだと思うんで、悩まなあかんから、かわいそうなと思って、うん、すごいかわいそう、うん、でも多分親も例えば20年前の親と10年前の親と今の親っていうか、その自分の親もだんだん変わってきてると思うね。うん、20年前に、うん、例えばカミングアウトした時の自分の親と、うん、今言った時の親ってすごい親も気分かなり環境が変わってきてるかなと思います。続いての方は、印象に残ったのはカミングアウトです。同性同士のカップルとなかなか言えなかったり、協力して言えたりと、同性カップルをカミングアウトするのは難しいと思ったからです。そうやな、難しい、カミングアウトは本当に難しいよな。続いての方は、家族に言うのがとても不安だった、なぜかというと、一番近い存在の家族に言うのが不安というのはとても辛かったなと思ったからです。はい、で、まあ、人によって変わって違うんですけども、僕の場合はやっぱりその友達とかは全然普通にカミングアウトできるんですけど、家族に言うのはすごく、なんて言ったんやろ、なかなか言い出せなかったし、家族に行こうまで言えてないし、でも人によっては家族に言えるっていう人もいるみたいな。家族から言える、うん、家族しか言えないとかな、いろいろあるよな。続いての方は、カミングアウトしていないだけで当事者の人は自分の周りにもいますと。この世界にはたくさん人がいる中で、LGBTQ の当事者の人たちが人数が少ないから、私の周りになんかにはいないと思っていました。でもこの言葉でカミングアウトをしていないだけで、私の周りにいるのかもしれないと思いました。本当にそうで、本当に実はいっぱい周りにいるっていう。で、みんな本当に知らないだけっていうか、いないと思ってるだけで、いっぱい周りにいますので、っていうことだな。もうこれ、まあ、この横にも書いてあるけどさ、うん、もうゲイあるある、性的マイノリティあるあるが、うん、こう2つ2台あるあるが並んでるよな、うん、あの、うん、このおっしゃる通り、周りいないと感じている、うん、でいないのはカミングアウトしてる人がいないっていうだけで、うん、当事者がいるかどうかわからないっていうところのあるあると、で、もう一つはゲイはゲイでもみんな同じじゃない、うん、もう一くくりにされてしまう、うん、もうゲイだけじゃなくて、そのマイノリティが一括りにされてるっていう、うん、結構大さっぱな一括りっていうのも、うん、あるあるよな、うん、でもそれっていろんな人が書いてるな、これ、あの、うん、同じじゃないっていうことを知りましたっていう、うん、のがやっぱりあるあるなの、うん、全く違うからな、うん、別人やからな、そう、ほんとそう、はい、しかも僕らも、うん、周りに誰がゲイかとか、誰がレズビアンとか分からない。分からん。言ってくれな分からんところがあるけども、言わなくても言っても、うん、あの、結果は同じな世の中でありたいな、うん。言ったからなんか、生きやすくなるとかさ、うん、言わんかったら生きづらいっていうのはなんかちょっと、フェアではないような気がします。で、この方も、もう一人の方も、ゲイの中でも女子力が高かったり、目だったり好きになるタイプが違ったりすること、ゲイの人は同じような人を好きになって女子力も全員高めだと思っていたからです。でも話を聞いて、いろんな人がいるから一括りにしないでほしいと言っていたので、この言葉を大切にしようと、もっと理解できるようになろうと思いました。この方同じやな。気持ちは分かれてるな、うん、どうしても分からんもんに対しては一括りにせない、なかなかな、うん、こう認識もしづらいところもあるからな、うんうん、続いて、加納さんと島田さんはどちらも料理が苦手と言っていたのでびっくりしました。なんかゲイの人って多分料理が得意ってイメージがこの方にあるのかもしれないな、うん、まあそんなことはないです。で、続いて、 LGBT の人って
作らないでほしい。そうな。私は今まで LGBT の人とかゲイの人とくくっていったからです。LGBT の人というと、加納さんや島田さんが代表というような感じになってしまうし、LGBT は一文字ずつ意味があるので、と、まあ、書いてくれてるんですけども、まあ、これもつながることやな、さっきの。もう今では LGBT の4文字を主張すると、やっぱりその他のあり方っていうのが置いていかれてる、含まれてないっていうところで、この4文字に抵抗ある方も、多くいらっしゃる。だから、LGBTQ とか LGBTQ プラスとかな、もうその文字を使わずに、マイノリティ、性的マイノリティとかな、そういうふうな言い方をする傾向も、出てきて、最初はもう LGBT とは何やっていうところから始まっとったけども、もっともっと先のその指摘というかな、進み方っていうのが、最近特に出てきたのかなっていうのはあるよな。だからでも、我々は LGBT と今でも言い続けるやん。LGBTQ も LGBTQ プラスももっとフルで、全てのアルファベットを並べることはせえへんやん。4文字でいくやん。そろそろ、あ、そっか。だって、それで気づいてる人もいたもんな。だからな、それ思うんやけど、じゃあ全部言わな、全部言えてない部分で傷つく人がおるわけや。でもプラスに入ってるんじゃないの？じゃあ LGBT プラスじゃいい、それでもいいか。何でもいいよ。それでもいいよ。あかん。でもそれでいいんかな。ただ、その LGBT という形を使わずに、性的マイノリティじゃあかんのか。それでもいい。それでもいい。そんな難しく考える必要はないと。ああ、そう。要は、LGBT。の4文字でくくってはいけないっていう話で、傷つく人がいるっていうことややな。な。はい、続いて。伊賀は好きで、国はあまり好きじゃない。これは勝野よくやな。わかるよな。多くは語らずとも 国はやっぱりそのまだまだ、伊賀はそのパートナーシップ制度とか作ってくれたり、アライを増やす努力をされてるけども、国は全然前向きじゃないというか、婚姻同性婚とか、取り入れる気配ないというか、もう全く反対みたいですし、選択的夫婦別姓もありやし、もういろんな、あれやな、そのマイノリティに対して、やっぱり厳しい国かなって思います。でも地方では、伊賀とか、そのまあいろんな60以上の地域では、パートナーシップ制度とかできたりしてるので、まあ、少しずつ良くはなってきてるのかなと。で、中央がどんどんできてきたら、いつかは国も動かないといけなくなるのかなと思います。このためにやっぱり、一人一人がさ、その動きを見て考えてさ、選挙に行かなあかんなと思うんで、そのどっちに、どういうふうな、あり方に票を入れるかは別としてさ、それぞれが関心を持たな、勝手に動いていくっていう感じ、そう何やしてね、も。そう、絶対選挙には行った方がいいと思いますけども、でもその人たちの感じは、考えというか、僕らは LGBT の、なんて言ったら、活動とかしてるから、こういう政策にすごい関心があるけども、人口大部分の人は、それ以外の問題をまずフォーカスすると思うね。それでいいと思うね。だまずその関心が持てる範囲でさ、関心を持って考えてさ、自分なりの考えをその投票選挙、その自分の一票にこう託すみたいなな。あと自分は今まであまりその選挙もあんま分からんかったしさ、積極的ではなかったけども、やっぱり一言じゃあかんなと、自分事のように考えてさ、やっぱり動きたいなっていうのはあるな。そうで、まあ、選挙にも行くし、自分なりにも行動するしっていう両方が大事だな。で、最後ですが、私にこれからできる友達に LGBT のどれかに当てはまる子がいたら、優しく接して周りの人にそのことをベラベラ話さないようにしようと思いましたと。ということなんで、まあ、この言葉で尽きるような、まあ、この子は今後、まあ、LGBT っていうか、まあ、性的マイノリティのことを出会ったら優しくしたいと。で、そのことをベラベラ他の人には喋らないっていうふうに思ってくれたので、こういう人がどんどん増えてきたらいいなと。
優しさが大切かなと。嬉しいよな、こういう、うん、こういう人が増えてきたら日本も良くなっていくと、うん、まあ、この子たちの別でなんか日本を変えてくれるんだと、うん、で僕たちも努力するけど、まあ、そうやどこいつまで努力できないのな、まあまあ、何歳まで、まあ、いや限界あるでな、さあな、うん、でも規制時間の人って80代多く、ああそうか、まあ、死ぬまで努力はい、では以上です。遅くなりまして、すいませんでした。これで、スーコ中学校の皆様へ、1年生の皆様へという、まとめはこれで終わりになります。はい。じゃあ、またよろしくお願いします。さよなら。さよなら。ごめんなさい。ありがとう。お疲れ。